なぜね地図から消えた村かというと、今は名前が変わって由良八幡神社と、いうことで、ここになんか痕跡があるという、情報を得たので、顔のない、お地蔵さんがあったんですけど、でこの後ろの山に逃げ込んだり、して、捕まった人は川沿いに、集められて惨殺されたと。なんかちょっとこの川沿いなんですけど、なんかちょっと変わったような岩が、仏さんがいますね。これ相当古い。今日はねリクエスト企画ということで、地図から消えた村ということで、津山事件の近くで起きた事件。明治6年1873年5月、津山事件の発生した現場から、東南へ5キロほどのところにある、集落で、これが何が起きたかというと、農民200人余りが村を包囲襲撃したということで、今日はねこの現場というかその周辺にね、今来ているわけですけど、はい、というわけで今日は、その痕跡というか、状態とか、その、地図から消えた村に、行ってみようかなと思います。それではよろしくお願いします。それは日本史上最後の百姓一揆と言われる美作血税一揆の熱狂の最中で巻き起こった事件である。武器を手にした鴨谷の農民2000人余りが100個ほどの小さな被差別部落の小村を包囲、襲撃。農民たちは津川原の村を焼き払い、人々を追い立てた。村人たちは散り散りに村から逃げ出した。がしかし、農民側は容赦しなかった。昼夜の山狩りを観光し、村人を山奥まで追い詰め、虐殺していったのである。もともとこの村は地図にない村であり、この事件は闇に葬られたのである。なぜね地図から消えた村かというと、今は名前が変わって由良っていうね地域に、なってるとは思うんですけど、これからちょっとそのエリアに駅があるということで、まず駅の方に、行ってみようかなと思います。はい、ここが津川東踏切と、いうことで、もう駅もねすぐ近くなんですよね。よいしょ、無人駅。はい、ここが無人駅の、三浦駅。
こうかな、三浦八幡神社と、いうことで、ここになんか痕跡があるという、情報を得たので、ちょっとね登ってみましょうかね。神社に何かあると、この神社の、この辺りにね顔のない、お地蔵さんがあったんですけど、まあ、それもその何ですかね、その戦の時に、できた、ものにだと、言われてるんですけど、現在はちょっとないですね。処分されたのかな。というわけでちょっとね痕跡が、見つからないですけどね。まあでも結構ね水も綺麗で空気も綺麗で、素晴らしいねとこかなと、思うんですけど、どうなんですかね、ないですね。残念ながら。ね、この後ろの山に逃げ込んだり、して、捕まった人は川沿いに、集められて惨殺されたと、いうような、話に、なってるみたいですね。なんかちょっとこの川沿いなんですけど、なんかちょっと変わったような岩が、ありますね。おお、これ仏さんがいますね。これ相当古いやつですね。まあ、おそらくここで何か、事故があったり、そういう、まあ、現場だったのかと、いうような、理由なのかなと。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今日はね、まあその三まさか血税一揆の中での起きた、事件なんですけど、まあそのいろいろ探していく工程で、その昔あったものが、まあなんかいろいろ話によればあるだとしたものが、なかったりで、いろいろ探した結果、まあちょっとそれなのかなとか思ったりするようなお地蔵さんあったりとかいうような感じで、まあでも実際にあったのは確かなんですけど、完全にね、闇に葬らされているのが現状かなと、いうことです。まあその詳しくね、調べたいというか知りたい方はね、また図書館なり、インターネットなりで調べたら出てくるかと思います。リクエストいただいた方ありがとうございました。また、よろしくお願いします。それでは失礼します。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。